には行ってきたんですけど、写真も撮ってきたんですけど、ポタポタと倒れてるんですよね。誰もいない家、まあ、引っ越すんでそのうちは誰もいない家なのに、電気のブレーカーも下がってるのに、下のお家は水が垂れてきてるんですね。で、私バスタオル持って掃除しなきゃいけないと思って、もう徹夜だなと思って行ったら、何にもない、綺麗なんですね。何がしたかったんですかね。ということで、この不可思議なエネルギーを皆さんにお届けしようと思って、今日はじゃん、王の時代天井森の、どこ読もうかな、バレないと思うがままの振る舞いをした。何これ、開いたのは238ページ。その前の237ページから読みます。6、第5章、天井門文化。6、夜の祖の時代から昼の王の時代へまとめ。今まで2500年続いた地、弥生時代、祖の時代というは、夜の時代であり、暗闇という意味である。夜だから暗くてよく見えない。そんな暗闇の急な上り坂の夜道を一人で歩く人生を歩むのは危険極まりない。そこで、王や権力者やリーダーに自分の人生を預けて、言うことをよく聞いて、信じて、従ってついていけば安全が保障される。一人でも道を外れる人が出たら、統制が取れない。そこで神様は人間を一方向に向かわせるように法律を作った。しかし、法律を一つ作るために、もともと人間に与えられた自由を一つずつ阻害していく。本来は法律なんてないに越したことはない。しかし、その自由を奪ってでも法律を作らなければならない。ちょうど子供が危ないところで走り回っていると親が、ダメよと、止めるのと同じように、自由は尊重しなければならないが、子供の場合、自由を少し奪ってでも危険なことをしないように法律で保護管理が必要と考えた。その時代は全ての人が小人、子供だったからである。今そうですね、コロナで外出規制、国が世界が外に出ることを一切禁じています。自由を奪って命がかかってるから、まさにそのエネルギーです。しかし、この保護管理も2500年を経て小人、子供から大人に成長してきたので、もうそろそろ自立しろよと、今度来られる神様は保護管理をしない、法律は全部取り払っていく。すると、自立した大人ではない人は生きられなくなる。自立するために本当の楽しいことは何かを身につけることである。そうすれば楽に生きられる。ただし、地球上のすべての人々が幸せになるまでには500年はかかるだろう。私たちまだ10年だよ。一方の王や権力者、リーダーたちにも信号を送っている神様がおられた。王もその信号を受け取って民衆を動かしていた。地、弥生、祖の時代は夜の時代で暗闇だから、何をしても民衆にはバレないと思うがままの振る舞いをした。ここ、思うがままは、不正、ごまかし、嘘などの悪事の限りを尽くし、ピラミッド型の底辺にいる民衆を奴隷として使った。奴隷たちは苦しさのあまり次々に自殺した。みんなに自殺されると働き手がいなくなってしまう。さてどうしたものか、王は考えた。宗教を作り、自殺はダメだ。と説いた。
前世で悪いことをしたから今世で苦しむのだ。今世で自殺すると来世でもっと苦しむと。自殺者はだいぶ減ってきたが、それでもまだ収まらない。そこで今度はお金を作り、労働の対価としてお金を支払うことにした。命よりお金が大事という拝金主義と、幸せになるための神仏仏へのごまのすり方を教えた。まず神社仏閣、神殿、聖地を作り、参拝や祈りを捧げた。これがその時代の宗教の目的である。そして支払った報酬の中から、税金としてピラミッドの頂点にいる王が吸い上げる。何から何まで全て下から上への逆流が始まった。したがって、奴隷扱いされていた民衆は、少しでも上に行きたいと出世への競争が始まる。これ、今なの？自殺はダメなんですね。やっぱり外に出ない方がいいのか出た方がいいのか、それはあともう少し経つと分かります。またね。